反省できてんマジで。ほんまに反省してる。ほんまに反省してる。ほんまに反省してる。裏で反省してる。うん。裏の裏の裏の裏で反省してる。だ表やってる。ちょっと何だそれ。何だ。そんかわりもうほんまにドッキリやめよ。いや俺はもうやめた。これを最後にした。じゃあこれを最後にしたいよ。そのプレゼントとかでいいやん。みんな笑えるドッキリしようやん。ほんま仲直りします。じゃあもうこれ約束な。じゃあそんなんもういいね。まだやってやんまいや普通にせえやすいませんおめえ乗る笑いことちゃうぞすいません今日も罰ゲームも iPhone も潰れへんある意味弱いけど、まあ、怪我はするやろな。そうそうそう。なんで、うん、そのもう2人で2人で今回はもう戦ってうん戦って足踏むなよずーっと誰が見てるここということでねやっていきましょうやっていきましょうレッツレッツ俺ハニワっていうかお前あのマコ口だてということでね、じゃあもう早速戦いやっていきましょう。やっていきましょう。レッツマコクジラ。じゃあもう一番好きなユーチューバーと一番嫌いなユーチューバー誰な？はい。エマイ君は？俺好きなユーチューバーがほとんど俺見えひんねユーチューブなんか、うん、ほんまに見えひんねレベゼマあんま見えひんレベルヒカキンですら。ああでも強いて言うならば、うん、桃色チャンネルかな好きなのは。え？桃色チャンネル知ってる？知ってる知ってる知ってる。かぶってたわ、1位挨拶してどうも、ももいろチャンネルです。チャンネル登録うわへくのーわへくのあんな黄色いハンガー初めて見たぞこんな黄色のハンガーあるか。いや、でもめちゃめちゃ黄色いな、確かに、はい、これめっちゃ黄色いな、このハンガー。どのぐらい黄色い。いや、ピカチュウのここぐらい黄色いな。唯一赤いところ、ピカチュウの中で。どうすんすか。いやお前ほんまアホなん言ってんのになんでできへんお前ら。いやマジでその厳しないなんか。じゃもうお前らの好きにせえやん。もうなんか取り囲うとかしてええやん。もう好きなお前らの分かるやつ。じゃあ取り囲しようって。取り囲しましょう、うん、じゃあもう仲直りでマークしましょう、うん、え、ありがとう。俺からのプレゼント。いや、ちゃ学校待て待て、これさ一番いいやつソニーで。そうこれ10万円以上え、15万ぐらいするやつ。そう、15万。え、今さこれ使ってるやつの1個進化バージョンのやつや。ちょっとっガードマンとかいろんなサブあのゲーム本ちゃんいろいろやってる。ありがとうございます。いいか、いいか。俺もう頑張りました。ありがとうございます。いや、ちゃうって。俺こういうなんか遊び心ある感じのいいな映画好きやから。めっちゃえぐいわ。うん。え、俺マジでガチで嬉しい。え、ほんまにもらっていい。マジであげる。ほんま。さあマジで。え、ほんまにありがとう。ありがとう。これやってみたかったよずっと見てたの横ですげえな。もうこんな感じっすよ。これなんですよ。すごいな。これをガードマンに僕らはプレゼントするっていうのをね取りたかったんで、もう本人も喜んでもらいました、はい、正直僕もね怒りすぎたっていうところあったんで、はい、今後も仲良くやっていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お前ありがとうございました。お前しかおらんから俺の子恥ずかしい。金属バットより硬い意志があるんだろってお前ありがとうございます。どんだけ喧嘩してもこれだけ言わしてくれ。これみんなに言わしてくれ。俺が引いたプロップスの上にピシャのシャトザ出んのお前だけだから頑張れ最高だぜ。マジで感謝。最高だぜ。日本を一輪車で世界一周ってこと。うん、俺カバジなあカバジーやん、お前それできんのカバジーしかおらんカバジーそれちょっと却下やわ。あ、家の中で俺思いついた、さすがに。うん、家の中でコマ回して、うん、こういうとこに角とかに立てておくみたいな。うん、カバジーカバジーえ、なんだ、これカバジーチャンネルえ、びっくりした。急に今カバジーチャンネル撮ってんのそのカバ、一輪車とかコマとかカバジーの特徴を捉えてる企画なあ、そうや、うん、分かった分かった。もうこの際、うん、俺らちょっともうイメチェンして、うん、でもここ横思いっきり金げたったやん。うん、カバジカバジなんなんそれ。これカバジチャンネルな、これなあ、え、なんだ、誰が言われてん誰の差し金、ね、戦国もっと上だ。マジでやってほしいっす。俺ほんまに使い切れるよ、10分以内に平気な顔して普通にいい。ほんまに、いや、ほんまにやってほしいっす。え、これだ、どっちの金なの。え、これ俺っす。え、まやくん、ありがとう、ほんま、ありがとう、ほんま
お前、うん、もう両方ちゃうねん右と右でいってんねん。でもなこれちょっとやめとこ。何がよ、もう不安要素あおんなって。またこれでも言うのやめとこ。何が言えよ。いやもう絶対嘘って言うんでやめとこ。ちょちょちょ、でもそこまで言ったやったら言って。いやもう絶対嘘って言うんでやめとこ。いや言えへんから言って。いやもう絶対嘘って言うすもん。絶対嘘って言えへんから言ってて。昨日家帰ったら俺のお母さんずっと土食べてました。絶対嘘やん集まって、はい、集まって、ごめんな、集まって集まったよ、集まって集まってるよ、集まって集まってる、集まって今日はなんとね、チャンネルアドマン沖縄旅行に行きたいと思います。もう信用していいんすか、これは、はい、ほんまに沖縄行くやつ俺めちゃくちゃテンション上がんで、めっちゃ行きたかったから。今回はマジ、今回マジ、もうこれ嘘やったらマジハリセンも飲むんで。指切りします。マジでもう指切りしましょう。はい、今回は外してな。はい、調整ね。ちょ、待って待って待って。兄さん、兄さん、兄さん、私は何をしてるの。え、何をしてるの、ルール分かってる。こんなんしなかった。まあ、してないっす。もうつけてないもん、グローブ。はい、お前はずっとこうしてて、こうやって。いや、してないっす。え、してたよ、してないっす。いや、してたって。いや、俺普通にこうやってたよな。うん、だからそこ言ってる。なんやねん。こうなんね。行こうか。行こう。行きましょう。ちゃんとやってや。はい。勝者、反則により MI の勝ち。え、すげえ。マジで。これはマジでやばい。え、ガチで。え、これほんまに、え、これ俺もちょっとびっくりしてんねん。ほんまにいいの。え、おわ、自動自動なんすよ、これやばないっすか。最新よ。もうこれはマジでマジで。これね、一人で成功できないんですよ。なるほど、なるほど。もちろんの話なんですけど、はい、それもみんな分かってますよね。しっかり合わせた。なんでこれカメラマンの山ちゃん、はい、3でいきましょう。お、3ももらえる。もちろん俺ら逃げるだけ簡単やから、うん、エマ君これは悪いから、エマ君6持っていってほしいっす。いいっすか、6も。いいっす。でも俺はほんまに全然いらないんで。ってことは、はい、91もらいます。あ、ということでやっていきましょう。レッツー。でもちょっと待ってよ、一人でうまい飯食ってもまずいよな。やっぱり食うときって隣にいるやつが誰かってことやよな。友達より大事なもん忘れかけてたぜー。友達の家を100万円でリフォームしてみたドッキリドキシ。ドッキリをやめるっつってもやっぱり潰れたものは残ってるじゃないですか。はい。そこでそのままじゃこの戦いは終わらないと思うんですよ。全部責任を持って直して本当の仲直りですよね。はい。もう100万円近くかけて、うん、大成功やな。はい。でも俺らの人件費の考えでも100万円いってますから。いや、ほんまにこんなのね、1まで、1から全部切れないって、はい、もうこれはほんまにもう仲間というんで仲直りということで、はい、ほんまありがとうございます。もう最高です、最高です。これもうね、100万円って言ってたんでもう残りの分でプレゼントということで、もうほんま仲直りやから、はい、これちょっと高いんちゃうんですか。大丈夫ですか。僕もうほんまそれは俺ら友達やからさ。え、マジでいいんですか。もうこれぐらいさせてくださいよということで、まあ、100万円リフォームということで。マジでいいっすか。いや、ほんまにありがとうございます。マジでありがとうございます。だから山ちゃんは、はい、山ちゃんは俺ガードの金だと思ってる、はい、俺は山ちゃんの金だと思ってる、はい、で俺はエマ君の金だと思ってる、はい、これ永遠に回ってんすよ。意味わかるっすか。ってことはこれ誰のでもないってこと。誰のでもないです、これは。え、ちょっとこれ永遠に回ってるんですよ。やんの、はい、え、ちょっとこれ誰もダメージ受けてないんじゃん。誰も受けてない、はい、え、今回じゃあ打ち合わせやんハッピーエンドやんやったやん。え、今回じゃあ、え、じゃあ、今回は別に何もなかったってことやな。焦ったっすか。焦った、マジで俺の髪からもうびっくりした焦ったわあ、ほんまにごめん焦った、そうや。でも今回全員の耳に回ったってこと。耳やん、回って回ったんやな、一瞬で俺裏切られたんか、思ったわ全然裏切られなかったということで、こちらマックで、ニートガードマン頑張っていきましょう。で、なんでこれある